向島インターチェンジは、広島県尾道市向島町にある、西瀬戸自動車道のインターチェンジである。本線料金所を併設している。向島唯一の IC で、西瀬戸自動車道広島県諸島部唯一のフル IC でもある。広島県警察高速道路交通警察隊、向島分駐隊が併設されている。料金所は、本線と IC 内の2カ所に分散している。本線料金所向島インターチェンジ料金所このため、本線料金所へ入ってしまうと、向島インターチェンジでの下車はできない。特に、因島方面から向島インターチェンジで下車するときは、本線料金所の進行方向一番左端の料金所脇をすり抜けるような形になるため分かりにくくなっている。また向島インターチェンジから乗車する場合に、すぐ見える。料金所は、尾道方面行きであるため、因島方面へ向かうためには、左側の料金所のないレーンを通行し、本線料金所へ行く必要がある。3つの本線料金所と因島方面から、向島インターチェンジで下車する場合は、ETC のノンストップ通行に対応しているが、向島インターチェンジ尾道方面のみの利用の場合、ETC のノンストップ通行には対応していないため、料金所で一旦停止をし ETC カードを無人の料金支払い機に挿入する必要がある。上り下り入り口出口本線料金所の今治よりに高速バス専用のバス停留所が設けられている。都市間高速バス一般路線バス向島本線料金所に関するカテゴリー。ありがとうございます。